りょう。いただきます。ここね、ショートケーキがおすすめなの。だからこういう店は女友達と来なよ。和がらしとバターを混ぜ合わせ、パンに塗るためのからしバターを作っておく。マヨネーズ、粒マスタード、蜂蜜、粗挽き胡椒を混ぜ、サンドイッチのソースに。ベーコンは少し多めの油を引き、弱火から中火でこんがりと。焼き終わったら余分な油はキッチンペーパーなどで取る。みんなの意見をまとめてカレーオムライスにしたよ。カレーには花ちゃんのリクエストのリンゴが入ってるから甘くて美味しいよ。いただきます。わあ、美味しい。ミャーさん本当にお料理も上手なんだね。うまくできてるといいんだけど。あ、パンはきっと美味しいよ。お父さんが作って冷凍しておいてくれたの。はあ、美味しそうです。特製トマトソースとパセリ。お待ちだ。食パンの片面にからしバターを塗り、中身を乗せていく。できたらすぐに切らず、パンが乾燥しないようラップなどをかぶせ、平らなもので軽く5分から10分ほど押さえて具材同士をなじませる。いただきます。なんだお前たち、食べてきたんだろう。先輩、一口。断固拒否する。この美味すぎるが上の無闇な多幸感と全能感は何だ。シェイン、完全にこの食の美を受け止めきれなくなっているな。無理もない。その後みんなでご飯を食べた。おじいちゃんに、昨夜はヒナを探してくれてありがとう、たくさん食ってくれと背中を叩かれた。ヒナちゃんは泣きながらもたくさん食べた。唐揚げにポテトサラダにクリームシチュー、あかりさんの作ったご飯はヒナちゃんの大好きなものばかりだった。